偉大な魔法瓶大王によって初めて魔法の国は一つにまとめられた。重要なポイントだな。ハッ、うちでビシバシだ。この教科書はつまらん。教科書バラバラにしようとしたんじゃない。先生も失敗するの。先生、チャチャたちがサボってます。何、まだかな。あれそうじゃないかな。違うよ、鳥だろ。チャチャリーやシーネちゃん。はい。ごめんなさい。あの、その絨毯、空飛ぶ給食絨毯、リアが見よう見ようって誘ったんです。僕とチャチャさんは無実です。今日の給食は私の大好きな肉じゃがと栗入りおこわだ。しかもデザートは特製うさちゃんまんじゅうがつくのだ。こらー、もたもたしとらんで早く来んか。私は腹ペコだ。早く降りてこい。まあまあまあ、大変ですね。お茶でもいかが。いや、これはこれは。どうなんでしょうね、今年のお米の出来は。園長。はいはい、何かしら。政権話をしてる場合ではない。生徒たちは飢えているんだ。まあまあまあ、私としたことが。お茶のおかわりはいかが。わかってんのか、あの園長は。あれ、じいちゃん。じいちゃん。大変。まあまあ、リア君のおじいちゃん、どうなさったんですの。園長先生、いつも孫がお世話になっておりますじゃ。まあまあ、ご丁寧なご挨拶を恐れ入ります。どうしたんだよ、じいちゃん。おー、リア、耳を貸せ。よろしくお願いいたします。ごにょ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 。なに、いいや、おじいちゃん大丈夫。いいんだよ、ジョギングの途中道に迷っちゃって腹ペコなんだってさ。まあまあまあ、お腹が空いてらしたのね。あらまあ、ここにちょうど給食があるわ。え、これでお元気になるかしら。園長、それはダメだ。ラスカル先生に賛成。あらあらあら、困った人がいたら助けてあげるのは当たり前のことですわ。しかし僕たちも給食がないと。ごちそうさまじゃった。おう、うまかったですわい。生き返った心地じゃ。まあまあ、よかったですね。空っぽ。おお、力がみなぎるわい。これも空っぽ、これも、もう一っぱち、これも、これも、これも、全部空っぽなの。そういうことなので今日の給食はなしだ。あんたのおじいちゃんのせいなのよ。責任を取りなさいよ。そうだぞ、男だったら責任取れよ。おいおいおい、リア君をいじめないで。リア君をいじめると私が許さないわよ。いいや、私が守るもん。チャチャに何ができるっていうの。できるわ。なに、リア、腹減っちゃって。あ、そうね。どうやってリアを守るのかしら。我慢我慢。ちょっとリア君から離れなさいよ。わかったわ。要するに何か食べ物を出せばいいんでしょ。まあね、簡単じゃない。マリーマリリンマリマリリン、いでよシーフード。
今度はチャチャの番ね。できるのかしら。チャチャの番。チャチャの番。チャチャの番。そうね、私の番ね。やるわよ。チャチャがやる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 ぞ。全員退避。なぜこうなるの。あんたの魔法なんか信用できないのよ。よし、いいぞ、チャチャ。思い切りやれ。しっかり見届けてやる。私って信用されてないの。いや、やるわよ。入れよ、フルコースのお食事。やったー。やりましたね、チャチャさん。何よ、この看板。私の魔王なんていつも。やっぱりねー。気にすんなよ、チャチャ。口では何とでも言えるよな。チャチャさん、僕に任せてください。イデオ給食。シーネちゃんすごい。シーネ、お前なかなかやるな。シーネちゃんです。あげるぞ。わっ、お湯だ。お湯ですね。バッカ見た。そうです、今度は期待してよいのだな。もちろんでげす。お菓子魔女のクリームは今までに失敗したことがないでげす。今までは大丈夫でげすよ。今回も失敗しないでげす。多分あの変な癖さえ出なければ。でん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 。まずはリハーサルざんす。作戦成功の陰には地道な努力が必要ざんす。あら、ダメざんすね。大根は座りが悪いざんす。怖いえざんす。怖すぎるざんす。世界一のグリームおばさんの五つ星料理ハウスに入ったら生きては出られないざんす。あとは特製クッキーの匂いでチャチャを引き寄せるざんす。気持ちいいよ。気持ちいいよ。なんか食べたいよ。はあ、腹減ったよ。私も。チャチャさん、もうこれ以上歩けませんよ。ほうきで飛んでいきましょうよ。でもリーヤは飛べないし、私二人乗りはほら。あいつお荷物ですよね。俺はお荷物じゃねえ。そうか。ん？お菓子の匂いがする。え？こっちだ。あそこだ。誰かいるかな。早速かかったざんす。もうすぐ始末してやるざんす。おいしそうな匂い。きっとお菓子作りの天才の家ね。世界一のお菓子ですね。早く食いて。天才、世界一、早く食いて。中入っちゃおうか。ルルルウィー、私はお菓子作りの名人、クリームおばさんざんす。あら、まあ、かわいらしいお客様ね。みんな私のお菓子を食べる？はーい。かわいいワンワン。俺、オオカミだよ。お手、うん、足、うん、あんご、うん。さあ、みんな中に入るざんす。はーい。リアのやつ、お菓子欲しさにプライド捨てたな。クッキーがいい色に焼けたざんす。他のも全部おばさん特製のお菓子ざんす。たくさんおあがりざんす。え？うまそう。匂いはいいんだけど。見た目が悪いだけ？どうしたざんす？食べないざんすか？
いただきます。いただきます。うわジーナちゃん、おばちゃん、このケーキ不良品。私たちそろそろ多いそうだ。まとまごちそうさま。忙しいな。うわ行儀の悪い子じゃんすね。まだたくさん食べ残しているんですよ。全部美味しそうに食べ終わるまで帰っちゃいけないじゃんす。ちゃちゃさん、このおばさん危ないですよ。そうざんすね。チャチャさん、そんなこと言ってる場合ですか。ごめんなさい。逃げるぞ。無駄ざんす。失礼な客は一人も逃がしたことないざんす。くそ、こんなもん。あら、なんてことするざんす。ごめんなさい。ダメざんすよ、逃がさないざんす。チャチャさん、本気で。ミーヤ、後ろに乗って。大丈夫か、二人乗り。なんとかなるわよ。よし、やっぱりドレンチェリー爆弾。して家に戻るじゃん。ドア直んね。とんでもないガキどもじゃんす。おばさんも魔法使いなの？そうじゃんす。私は甘く見ない方がいいじゃんす。さあケーキを食べるじゃんす。ふん、あんなケーキよりチャチャの作ったケーキの方がマシだぜ。そうですよ。食べたことないけど。俺も。作ったことないもん。いいじゃんすよ。お前たちは今からケーキを作るざんす。ケーキ？見事、この私をうならさぬケーキを作ることができたら自由にしてやるざんす。できなかったら一生私がこき使うざんす。でもまあそれじゃあんまりかわいそうだから、食事は3食私の作ったケーキざんす。ああ、なんて私優しいのかしらざんす。どうして僕たちがおばちゃんなんかの言いなりにならなくちゃならないんですか。逆らうとこうざんす。シーレちゃん見てなさい、すんごいケーキを作ってやるわ。ケーキ職人さんになれ。材料はたっぷり揃っているざんす。さあ作るざんす。やるわよみんな。おちゃちゃん、最初に何すればいいんだ。ちょっと待って、今思い出すから。そうよ、セラビー先生のやってた通りにすれば。ちゃちゃ、リーヤ君、今日のおやつはイチゴケーキですよ。わーい、わーい、できましたよ。わーい、わーい。あれ、途中がない。もう一度ちゃんとゆっくり思い出してみよう。ちゃちゃ、リーヤ君、今日のおやつはイチゴケーキですよ。ここ、セラビー先生
人にだけ注意するのよ。できましたよ。やっぱり作り方見てなかった。もたもたしてないで早く取り掛かるザンス。君たちケーキ作りなら私に聞いてくれたまえ。誰ザンス？私はただの通りすがりのケーキ職人。私はただの通りすがりのケーキ職人の助手。あーすごい。ドアは開けたら閉めましょうね。あーこいつセラ。はいはい、わかりました。これあげるから少し黙っててください。うんうんうん。お前なんざんす？まあまあ、見たところ彼らは全くの素人。そんな連中に勝負で勝っても嬉しくないでしょ。ねえ、世界一のお菓子作りのクリームさん。まあそうざんすね。作り方を教えるだけですし。まあいいざんす。君たちもわかりましたか？はい。まずスポンジの生地を作ります。小麦粉と砂糖を2回ふるいにかける。はい。シーネちゃんは卵白を思いっきり泡立ててください。はい。俺は何すんだ？今のうちにケーキ型を用意しなさい。わかった。卵白ってなかなか泡立たないの。石鹸入れちゃえ。泡立ちました。次、卵白に少しずつ砂糖を混ぜる。あ、ひよこ。卵黄をひよこにしてるんじゃありません。リーヤ君、バニラエッセンスを用意しましょう。ね、バニラじゃなくてバニラエッセンス。生クリームはピンと角が立つまで泡立てるんですよ。角です。シェー。ここまでできればあとは飾り付けです。おいしそうにやってみなさい。私なら目をつむっていてもできるわ。ということで、あとは君たちに任せます。さらば。ありがとう、ただの通りすがりのケーキ職人さん。立派なケーキができるわ。よし、ケーキを仕上げるぞ。あどうやらできたよザンスね。ケーキを見せるザンス。ザンス、ザンス。おー、なかなかの見栄えザンス。え、嘘。しかし問題はアジザンス。あ、取れた。デリシャス。嘘だろ。あの、美味しかったってことは逃がしてもらえるんですよね。私はお菓子魔女のクリームザンス。私より美味しいケーキを作るなんて許せないザンス。最初からお前を片付けておけばよかったザンス。世界一のクリームおばさんの5つ星料理ハウスのフルコース、たっぷり味わうザンス。危ないから片付けておきましょうザンス。今だわ。ハウスだ。ザンス。
よ。気持ちいいよ。チャチャさん、こいつケーキ食べましたよ。あれは口に押し込められたんだ。ずるいぞ。ずるくね。また失敗したようだな。あのお菓子にこだわる癖さえ出さなければスペックをしていたでゲス。待ち伏せて一気に攻撃すればよかったでゲス。それで今度はそのような癖のないものを選んだでゲス。